この記事はこれまでに制作された中で高額なミュージックビデオの一覧である。マイケル・ジャクソンとジャネット・ジャクソンによるスクリームは制作に最も費用がかかったミュージックビデオである。制作費が50万ドルを超えた最初の作品はデビッド・ボーイの1980年のアッシュス・ト・アッシュズ。ランクイン数はジャネット・ジャクソンが6作品でトップ。マイケル・ジャクソン ブリトニー・スピアーズ、浜崎あゆみが5本で、それに続いている。マイケルとジャネット・ジャクソンのスクリームを制作したマーク・ロマネクは、同作がこれまでに制作されたミュージックビデオの中で最も高額なものの、一つとされていたが、その後、この主張を否定し、スクリームよりも数百万ドルの費用がかかった同時代のミュージックビデオが他に2つあったと述べている。 ミュージックビデオではなく短編映画に分類されることもあるマイケル・ジャクソン、ゴーストの脚本を務めたミック・ギャリスはインタビューで次のように述べている。ゴーストはこれまでに制作されたミュージックビデオの中で最も高額なものになりました。最終的には約1500万ドルになりましたが、すべてマイケルのポケットマネーから出ています。制作当時、史上最高額だった作品。 非英語圏の作品。このメガボルトの制作費はスピアーズが滞在条件でサインした契約書に記載されている通りならば650万ドルに上り、これは歴代のメガボルトの中で2番目に高額なものとなるが、その後メガボルトの監督がこの説を否定している。実際には650万ドルには達していなかった。ありがとうございます。